対戦よろしくお願いします。今回はダブルバトルなんですが、お相手はどう見てもトリックルームパーティーですね。ただ乗り用のコータス用意しておきましょうか。で、今回の戦術はこの後フィールドでご確認ください。なかなかいい感じに面白いパーティーだと思いますよ。お相手の先発がサマヨールじゃねえかな、サマヨピッピかな。向こうがトリックルームせんことには、こちらは蒸気機関の、石炭山がいますからね。ズガドーンと石炭山のダブルコンビはかなり有名。そう、ビックリヘッドで味方ごと巻き込んで蒸気機関を発動して一気に暴れるって流れですね。なのでそれを止めようと思ったら、今回の場合はおそらくトリックルームで素早さ勝負自体を入れ替えてくるのではないかと思いますが、さてどうなる。こんにちは。お前か、腹でも叩く気か。いいぜ、好きにしな。では私はやりたいようにやらせてもらいましょう。不思議な感じになってるから、意外とワイドフォースでゴリ押ししてくるだけとかいう可能性もなくはないよね。では雪崩でひるみ狙いでいきましょうか。今回は変な技が見えた、気のせいです。この指止まれ。残念だが、あなたの指に止まる技なんて一つもねえよ。行くぜ、あなたのお手元にお届け、びっくりヘッド。ファイ、いい火力だ、惚れ惚れすら。蒸気機関起動、これにより素早さが4倍に。では雪崩ひるみな、なかなかの火力。ポンポコ腹太鼓不発。ではこのまま絶望へご招待だ。もうすでに試合は消したのではないか。ここは文字でいいかな。単体狙いでいきましょう。一番早いのは石炭山です。雪崩、この指でももはや吸えない。範囲技の応酬ってやつですよ。2番、そいつは読めなかったぞ。インディーディを引っ込めた。ディスクロップさまよか、気合のたすきを見抜かれたぜ。2番も見抜かれたぜ。ディーディーあるやつ、2番からのこれは予測できませんでしたね。原太鼓2番、あれちょっと待って、いつぞやのベロベルとか、もしかして。なるほどな。ではお相手は次は間違いなくトリックルームしてくるでしょうね。であればシャンデラの出番です。必殺のコンボを皆さんにご紹介しましょう。ただ DD ラリアットが少々怖えんだよな。DD ラリアットがあるからな。ネップでいっか。まあ、ネップ、あ、大丈夫です、大丈夫です。必殺のコンボいきます。タールショット、出番です。これはね、石炭山の専用技なんですけど、影が薄すぎる。はい。ですが、今回有効活用しますよ。発動、タールショット。お相手の S を下げる。それだけじゃねえ。炎抜群状態を与えます。See you! いい火力ですね。もう虫の息とはこのことです。カビゴも落とすほどの火力はありますし、ここから一体どうしようというのかね。そう、サマヨールさんも意外と体力残ってると、こっから再チェンとかで悪さするんですけど、今回においてはもうそれもかなわぬということ。おそらく結構強引に攻めてくるんじゃないですかね。ここに来てお前が来るか。さてコータスか。この状況においてはトップクラスに早いわけだな。もうちょっとダメージ入れてほしかったなというところもあるな。まあメガネでこれなので、まああんまり文句も言えないんですが、さてさて、熱風継続ですが、向こうの方が早い。上書きしましょうか。まだ暴れさせてもらおう。この中で一番遅いのが石炭山なんですよね。であれば第6区、とりあえず噴火の威力を落とすところから始めましょうか。サマヨくんが再チェンしてる可能性あるんだよな。最後めんどくさいやつだぜ。こ
今回私のこの石炭山、実は巨大ではござらん。なのでござらんござらん。なので天候上書きは可能です。普通だったらあっち使うよね、巨大の方。地ならし、むしろ S を下げてくれるのか。いやでもこれでもうコータスの S に、うん、そこまでするのか。これはどうだ、噴火シャンデラはもらい火なのですよ。ごめんなごめんな、石炭山は耐久調整してるから、ごめんな、素早さ戻っちったぜ、ふふふ。まあコータスにも不可能あるということだな。では熱風、こちらの火力を侮ってもらっては困りますぜ。もらい火しちまったからな。まあややマイナーではあるんですがね、もらい火は。ですが今回はビックリヘッドで味方を巻き込むパーティーゆえ、もらい火は警戒した方が良かったかもな。ではでは、もうお相手は完全制圧、これは完了ですな。最後の一匹出てきてもらいましょうか。そう、その指には誰も止まらない悲しみのインディーディー、ゲームセットです。ドアが開いても無理だな、後ろに控えてるのがよりにもよってコータスなのでね、自らのトリックルームで絶対に先手が取れない。まずこの2体を落とせんでしょうし。対戦ありがとうございました。なんとかうまく進んだけど、ダブルは本当考えることが多いから頭が割れそうになるぜ。対戦よろしくお願いします。なんだこれよくわからない、どういうことだ。何か 俺は今試されてるのか。試されている、私は試されている。これで万が一に負けは許されない。いやそう思うのは失礼かもしれない。お相手はこのガーディー、いやでも奇跡がありえる、ギリギリありえる。こんなに不気味なんだな、手持ち足りないパーティーって。びっくりヘッドと岩なだれでいいでしょう。こういう相手にはとにかく火力押しでゴリゴリいった方が強いと思います。この2体から何を対戦よろしくお願いします。ダブルバトルはランクまでマッチングしないことが多々あるので、例によってカジュアルに来たんだが、ご覧の状態だよ。ゼルネアスとかいうめちゃくちゃ怖えよ。来シーズンの準備運動といったところか。よろしくお願いします。今私の臓器が悲鳴を上げたよ。お腹空いてんのかな。うん、よろしくお願いします。今日の僕のランチはウェハース、美味しかったです。行くぜピクシー。うわー、クリスマスみたいな名前してんな、海外版。この指止まってジオコンか。なるほどな。であればやりようはありますね。びっくりヘッズ、そして岩なだれだ。ここはこのターンは安全が保証されているでしょう、おそらく。にしてもダブルバトルで近年見かけるとはね。そう、ダブルはカジュアルであっても基本的にはガチ勢がはびこってるんですが、まあものすごくガチなんだがこれ。では失礼、ヘッズ俺だ。いい火力だね。ゼルニアスであっても早々受ける。痛い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 、蒸気機関。さあひるんだらゲームが終わるぜ。なだれ王道のコンボ入っちゃったか。ジオコン、これタールかけてる場合じゃないっすねジオコン。ゼルニアスは99族だからまだ抜かれてないな。これぶちのめした方がいいと思うよマジで。シャドボでいいな。いや待て、そういうことか。まだピクシーが生きてるってことはそういうことですよねピクシーが生きている。
つまりこの指で吸われてしまう。びっくりヘッドの方がいいでしょう。命を投げ捨ててでも。とりあえずこの指のあいつはここで潰すに限るな。大バーン打って、まあ、一応狙いはこっちにしておきましょう。とにかく潰すで。下手したらこっから大魔あるからな。まだわからない。でも大魔じゃなくてマジカルシャインに関しては今一つだからな。ゼルニアスといえど、そして肝心の防御は上がってませんからね。まだ穴だらけだ。行くぞ。向こうとしてはびっくりヘッドで予想以上にダメージを負ったでしょうから。お、ゼルニアスはもう捨てかな。ならば持っていくぜ。ボンバー。まあゼルニアス君はこういう風に対処しろって感じになるのかな。ダブルバトルは吸われるぐらいだったら範囲攻撃で、そう、溜めてる間にゴリ押しちまえばいい。申し訳ねえが自爆退場だな。まあしゃあない、結果論でこうなってるだけなので。ゼルネアスを万が一でもね、変な打ち漏らしはなかった方がよかった。というかピクシーだな。そう、ピクシーの方だよ、打ち漏らしちゃいけないのは。さーてと、じゃあシャンデラちゃん、というかメガネにハチマキと飛んだゴリラゴリラゴリラだぜ今回。ですが晴れ熱風メガネシャンデラはやばいでしょ。はあ、冬打たれそう。帰ろっかな。帰ろ、冬打ちの予感がすごくします。うん、私ならそうする。いやでも冬打ちじゃない可能性も。とりあえずウーラウス狙っておきましょう。どうせこの指しそうですが、まあ向こうからしたらスカーフシャンデラもあるから冬打ってると思うんだけど。この指ウーラウスを守るか。バー、さあこれでもうウーラウスを守る盾はなくなったわけだが、何こっち、えらく強気ですな。もう交代できないからな。その防御力には責任を持ってもらうぞ。誰だ、スイ君。ふむふむ、インファイトだな。ただここからこれは困ったちゃんだな。うーん、なるほど、天候取られるな。であれば両方ともウーラウス狙うべきですね。ここはここで守られたらやばいが、実はイバンだったりする。これね、トリックルームされてもタールぶっかけるようです。でも結局さ、この指止まれという技が大流行してる環境で敵単体にタールかけるだけの技が流行るわけねえよな。きついわ。さあこのスイ君をどう崩すかがここから問題になってくるわけですが、バーン、いい火力は出てるがね。インファイト、よし。どうせこっからね、大ストリームのスイ君をどうこうすることは難しいから、受けることはインファイトでいい。そしてストリームで天候上書き。実際このパーティー雑に大ストリームされるのが一番きつい。炎に寄りすぎてるからな。おそらくズガドーンと石炭山の時点でべらっぽうに水呼ぶからね。逆に何か企んでるだろうなとか。そう、ウィンディがワイルドボルト覚えてるとかね。まあ、あれただのカブパの使い回しなんで、実は全然対策できてないんじゃが、いきます。メガネシャンデラの火力は一級品よ。さあハチマキとメガネ、2種のこだわりによるハーモニーをあなたに。大魔だろうがぶち抜いてやる。いくぜ。勝てー。ですがこの硬さ、
耐久水くんだろ。嘘やん、嘘やん、早いですが、ん？あんま聞かねえぞ。あれ、ちょっと待って、なんだこれ、バックアウトか、バックアウトか、わからない、何をされたんだ俺は。ちょっと待ってくれ、噛みつく、いや待って待って待って、耐久だよな、やっぱバックアウトか、バックアウト覚えんのこいつ。ダブルのスイク何気に初対峙だからね、検索しよう。ちょっと待って、スイクは私のシャンデラ耐久はそんなに振ってないから、あまりにもちょっと威力がなさすぎるぞ。ですが結果として大勝利だ。あれ遅くね。ちょっと待って、謎が謎を呼ぶんだが、奇跡的に同速。バークアウト覚えますね。まあバークアウトダブルだからあるだろうな。思ったより火力が低かったか、うん、ということなんじゃないかな多分。でコバルゴンのケアまで考えて落とせると思って撃ったということではないでしょうか。はい、多分ね。